ゃいませ。来てくれたんですね。にゃあ、ごい。リリがこんなに目立つ格好でいいんでしょうか。こんにちは、失礼します。なんですか、この演出じゃ。なんですか。分かってねえな。彼女はパルームだ。俺は以前ダンジョンで彼女の姿を見たことがある。ブレイバーやブリンガルが推してるんだぞ。それが何よりの証拠だ。はっ、公式がエクスだって発表してるんだぜ。だったらそれが真実に決まってるだろ。まずは公式が嘘をついているっていうソースを提出してもらっていいですか。これだから民度の低いアイドルオタは。そういう論争を見かけたんですけど。目論見通りじゃないか。リリルカアーデは獣耳をつけたパルームなのか、エクースの子供なのか。ファンが気にし続ける限りパルームにもスポットが当たる。なんかやり方こすくないですか。アイドルなのに正々堂々じゃなくていいんですか。やっぱりリリがエクウスという設定を続けるには無理がありますよ。ダンジョンではパルームのままのリリなんですから。四六時中変身し続けたとしてもいつマインドダウンを起こしてしまうか。ファンの前で魔法が解けて耳も尻尾も消えてしまった日には。シャーラップ。言ったろ、謎にまつわる憶測がファンを熱狂させると。アイドルの神秘性とは重要なファクターだ。たとえバレたとしても、なりきろうとしたその努力にファンは共感する。嘘でも信じる、それがファンだ。何回聞いても理解できないんですね。悲しいかな。それがオタクのサガなのだ。あなた方はオタゲー桜三重士の神々。オタゲー桜三重士？本番でロキたちに打ち勝つための仕込みさ。彼らの手を借りることになったんだ。突っ込む仕事を増やすの本当にやめてくれません。リリルカーデ、そなたはデミヒューマンキャラをやめたいのか。というよりなぜ噂になっても嘘を吐き続けるのかが理解できないんです。キャラになりきる努力をし続けるのがいいなんて言っても嘘は嘘ではありませんか。愛しているからこそ信じるのだ。ん？オタクたちが信じている限りリリタソはパルームでもありエクウスでもある二重存在。リリタソ！オタクのフィルターはつまり目隠しの箱のようなもの。その中に入ったリリルカーデがどちらなのかはわからない。開けてみるまで 50% がパルームであり 50% はエクウスだと言えよう。つまりそれはパルームとエクウスどちらでもあるとも言えるということ。パルームを押したいオタクもエクウスを押したいオタクも箱を開けるまでは夢を見ていられるのだ。ガメーシャ様がこんな早口で喋るなんて。ですがそれってつまりファンの心理を利用して間口を広げているってことですよね。オタクは舞台の裏側とか見たくない、知りたくない。桜なのに？ヘスティアに頼まれたということもあるが、俺たちはお前たちのパフォーマンスに惹かれて手伝うことにした。この意味がわかるか？
いえ、あまり。というか、深く理解したくないというか。恋は盲目というだろう。愛していれば多少のことは目をつぶる。オタクとはそういうものなのだ。やっぱり知りたくなかった。とにかくぶっちゃけ騙されてもいい。それがファン心理。下手な嘘がこれまた可愛かったりする。数年後ママタレになって、あの時は事務所に言われてなんて裏話聞いてほっこりパターンもありな。ガネーシャだ。神様たちの言っていることがリリには分かりません。リリルカーデ、今の君に言えることはただ一つ。オタクはちょろい。それはプロデューサーが一番言ってはいけない言葉なのでは。同時にそんな愚かな彼ら彼女たちが愛しい。それどっちかっていうと神様の視点なのでは。好き放題言われてますがいいんですか。オタゲーさん重視の皆さん、幸せなら OK です。理解できない。とにかくやるときはやりきる。妙なキャラ付けをされても突き進む。それがアイドルだ。やっぱりリリにはアイドルもファン心理も全然わかりません。よし、暴れちゃうよ。作戦は始まっている。勝利のクイーンだって。勝つために勝つんだ。作戦は始まっている。バカンスを楽しもうじゃないか。クイーンだって勝つんだ。無礼であろう。こんなところで。あなたはいりません。バカンスを楽しもうじゃないか。カーバー勝つためにカーバーカーバーカクヤーセッ。君と僕の絆の勝利だぜ。